おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は令和3年7月伊豆山土砂災害について解説していくわ。土砂災害？令和の事故だから、さほど昔の事故ではないな。台風や雨で土地が緩んでいたのか？それは一体どんな事故だったんだ？知りたいでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってね。伊豆山って言っていたよな。どんな場所なんだ？伊豆山は、静岡県熱海市にある地区のことを指すの。伊豆山神社と伊豆山温泉が中心となり、北部山側の七尾、北部海側の東伊豆山稲村、中心部の中道浜、南方山側の岸谷などに分かれているわ。熱海市か。観光でも人気の場所だぜ。海沿いである浜町には熱海ビーチライン、国道135号が走っているわ。海沿いを走るのは気持ちが良いだろうな。伊豆山という場所について理解したぜ。じゃあ、事故のことを詳しく教えてくれないか？ OK よ。2021年7月3日午前10時半頃、東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨となっていたの。ふむふむ。大雨だったのか。気象庁によると、この時西日本から東日本にかけて停滞する前線に対し、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっていたそうよ。なるほどな。伊豆山にも雨が降っていたのか？そうね。現場近くの熱海市網代の観測地点では、3日午後3時20分までの48時間で321ミリの降水量を記録していたわ。これは現地の7月の観測史上で最多だったの。ほほう。確かに記録的大雨だぜ。午前8時20分頃には、藍染川近くの道路で大量の泥水が流れるのを住民が目撃しているわ。おお、道路に泥水か。すでに危険な状況だな。続いて午前10時28分、向かいの家が地滑りで跡形もなく流されたという通報があったため、熱海市消防署の消防隊が出動したわ。家が流された？無事に救助はされたのか？いいえ。土砂のせいで、伊豆山地区のバス通りを通ることができなかったの。そのため通報現場にはたどり着けず、消防隊は手前に車両を止めて周辺の住宅を調査していたわ。助けを求めている人がいるのに、たどり着けないのか。歯がゆいぜ。そうね。実は事故が起きたのはこの時なの。大規模な土石流が発生し、多くの住宅などを巻き込みながら流れ落ちたわ。消防隊員は逃げられたのか？消防隊員たちはかろうじて逃げることができたわ。この瞬間の様子は近隣の住民によって撮影されており、SNS に投稿されたことで全国的に報じられたの。衝撃的な映像だものな。この土石流はどれくらいの規模だったんだろう。この土石流は藍染川を南東へ向かって流れ、海まで約1キロにわたって流れ出たとされているわ。被害はなかったのか？もちろんあったわ。住宅131棟が被害を受けたの。かなりの被害だぜ。土石流はこの一つだけだったのか？いいえ。小規模なものも含め、合計で10回以上の土石流が発生していたと推測されているわ。ふむ。その後、救助活動は行われたのか？同日12時30分、静岡県知事からの災害派遣要請を陸上自衛隊が受理したわ。御殿場市にある陸上自衛隊番妻駐屯地から約30人、駒門駐屯地から約80人の隊員が行方不明者の捜索活動のために派遣されたの。そうなのか。一刻も早く救助しないと危険だぜ。残念なことに、当日の時点で二人の遺体が海上で発見されたわ。翌4日13時45分頃には、負傷していた高齢女性一人の死亡が確認されたの。5日には新たに犠牲者一人が見つかり、亡くなった人を除き、24人が救出されたわ。その後の捜索活動によって、7月20日までに合計19人の死亡が確認されたの。最終的に犠牲者はさらに増え、26名にも上ったのよ。恐ろしい災害だぜ。それに、ここまで大規模な災害だったら、犠牲者の身元の確認も大変だったろうな。そうよ。被害者たちの身元確認は難航したわ。この地域は別荘地が多く、居住実態も把握できなかったため、身元が判明していない人たちもいたの。誰がどこにいるかわからない状況だったら無理もないぜ。ところで、この災害で避難した人たちもいたのか？いたわ。5日の正午時点で住民ら562人が市内2カ所のホテルに避難していたの。市内の小中学校も休校となっていたわ。600人近くが避難することになったのか。土石流の発生後、熱海市は市内在住の2957世帯の3万5602人に、気象警戒レベル5相当の緊急安全確保を発令したわ。伊豆山地内の1500戸余りで停電、1100戸で断水、392戸でガス停止が起こっていたの。まともに生活ができない状況になってしまっていたんだな。そうね。この大雨の影響で、熱海ビーチラインや国道135号は通行止め、JR 東海道線の小田原駅と熱海駅間、伊東線全線は運転を見合わせたわ。かなり大規模な被害だったんだな。
この災害の原因は何だったんだ？土砂災害があった現場はハザードマップ上では土石流や地滑り、急傾斜地の崩壊などのリスクが高いとされるエリアに指定されているわ。ほう。もともと危険なことは分かっていたのか。河川工学者の田代京都土質力学者の松岡元による当初での見立てでは、豪雨によって雨が山間の斜面全体に浸透し、途中の水の圧力が増大し続け、一気に斜面が流れ出たと推測されたわ。ふんふん。納得だぜ。この場所は急峻な谷地形であったため、水と土砂が山腹の木々を巻き込み、相当な力で一気に流れたと見られているの。なるほどな。他に危険な要素はあったのか？ええ。近くの箱根山の過去の噴火による噴出物や火山灰が堆積しており、崩れやすい地質であると指摘されていたのよ。土地の特徴と、大雨が合わさって土石流を引き起こしたということだな。そうね。しかしこの後、正式に調査がされ、盛り土が土石流の原因であると判明したのよ。盛り土？土石流の発生原因は別のものだったのか？ええ。この土石流によって、熱海市立伊豆山小学校から北西に1キロほど離れた山の斜面が幅およそ100メートルにわたって崩れたわ。過去の地形データを用いて比較したところ、山の谷間にあった盛り土の大部分が崩れたとわかったの。ふむふむ。続けてくれ。崩れた盛り土は土砂が下るにつれて勢いを増していき、被害を甚大化したとされているわ。うむ。たくさんの土があったなら、流れる土石もかなりの量になるだろうな。静岡県幹部は6日の記者会見で、盛り土について現時点の調査結果として不適正な点はなく、危険な状態だったとの認識もないと述べたわ。ええ？これだけの被害が出ていて、そのコメントは不誠実に感じるな。そうよね。一方で7日、静岡県副知事は技術者の個人的見解として通常あるべき排水設備や、土砂の流出を防ぐ堰堤が設置されておらず、工法は不適切であったと指摘しているわ。うむ。私もそう思うぜ。それで、調査はどうなったんだ？7月9日、静岡県は計測した地形データを用いて調査した結果、土石流の土砂の総量は約5万55平方メートルで、その大半が土石流の起点にある盛り土と考えられると発表したわ。やはり盛り土だったのか。土砂は途中の砂防ダムで約 0.75 万平方メートルがせき止められたわ。ところが残りの約 4.8 万平方メートルは下流部の住宅地に流れ込んでしまったの。ほほう。ほとんどが住宅街に流れていってしまったんだな。この日、静岡県の地質構造水資源専門部会委員を務める、地質学者の塩坂邦雄は静岡県庁で記者会見をしたわ。ふむふむ。彼によると、災害後に実施された現場調査により、周辺の宅地開発により尾根が削られ、人為的な河川争奪が起こってしまった。河川争奪？河川争奪というのは、河川の流域のある一部分を別の河川が自らの流域に組み入れる現象のことよ。なるほど。わかったぜ。それで？もともとは盛り土の上にある約4万平方メートルの藍染川の集水域から雨水が流れ込んでいたわ。しかし、この河川争奪により水の流れが変わってしまい、北隣の約20万平方メートルの鳴沢川の集水域から、数年かけて水が溜まってしまったと話したわ。通常であれば、集まってこないはずの水が溜まってきてしまったんだな。そういうことよ。結果、盛り土に大量の水が溜まって地盤が滑りやすくなり、この土石流の引き金となったとの見解を示したのね。ふむ。そういうことか。一方で、静岡県副知事は同日の記者会見で、そんなに広い地域の水が集まっていれば大洪水になっているはずだ、と塩坂の見解を否定したわ。うんうん。その意見も一理あるぜ。静岡県副知事は、盛り土には適切な排水設備がなかった可能性が高いと主張したわ。そして降り続いた雨水が溜まったことで盛り土が崩落し、土石流につながったのでは、とコメントしているの。どちらの意見も理解できるぜ。そもそも、この盛り土のあった土地は誰の持ち物だったんだ？不動産実業家の麦島義光氏よ。2011年にこの一帯の土地を購入したんだけど、その後に盛り土はしていないと言っているの。ええ？じゃあもともと盛り土はされていたのか？元の所有者は神奈川県小田原市の不動産会社だったわ。この会社は2007年に建設残土の処分を目的に、静岡県土採取など規制条例に基づいて盛り土の工事を熱海市に届け出ているの。条例に基づいて？じゃあ問題はなかったということなのかな。でもね、盛り土を造成する段階で、対象面積が施工計画より拡大してしまったの。そこには産業廃棄物や廃自動車も埋まっていたため、静岡県と熱海市が廃棄物の撤去や土砂搬入の中止を繰り返し要請したわ。当初の条件と変わってしまっていたのか。ええ。しかしこの不動産会社は土地所有者が変わるまで、この要請に従わなかったわ。県や市の要請を無視するなんて、してはならないことだと思うぜ。今、この不動産会社はどうなっているんだ？
2021年現在、この会社は倒産となっているわ。その会社の元幹部は共同通信の取材に応じ、熱海市に届け出て盛り土をした。合意はこれまでもあったが、崩れなかったと責任を否定しているわ。結局のところ、盛り土が原因で土石流は発生してしまったじゃないか。今までに事故がなかったから良い、というわけじゃないと思うぜ。そうよね。ところが、7月7日に静岡県副知事は、盛り土に関わった業者が林地の開発に関して違反があったとして、過去に県と市が是正を要求していたことを明らかにしたのよ。業者に問題があったのか。合わせて、静岡県は盛り土の高さが法令基準の3倍以上の約50メートルに達しており、不適切な造成だったと発表したわ。3倍。相当な量じゃないか。当初の計画では土地の面積は約 0.9 ヘクタール、盛り土の量は約 3.6 万平方メートルとなっていたの。でも、実際の量はその 1.5 倍以上だったわ。1.5 倍?ということは 5.4 万平方メートルか。国土地理院が測量したところによると、2009年6月から2019年12月の間に実施された盛り土量は推計約 5.6 万立方メートルとなったの。計画とかけ離れた量の盛り土がされていたんだな。静岡県土採取など規制条例では災害を防止するため、盛り土の高さを15メートル以内にすることが定められているの。それに加え、この現場は宅地造成等規制法の対象地域で、より強い安全対策や自治体による工事完了検査が義務付けられた場所なの。え?それを無視していたのか?この法律には落とし穴があったわ。この工事の目的が宅地造成でなかったの。だから規制対象外だったわ。そういうことか。盲点だったぜ。塩坂市の調査によれば、現地で崩落せずに残った盛り土は約3万立方メートルほどとされており、目視ではコンクリートの破片なども含まれていたそうよ。コンクリートの破片も入っていたのか。それが流れてきたらかなり危険だぜ。静岡県の調査によると、神奈川県の不動産会社は盛り土をした際、熱海市に工法変更計画書を提出しているの。変更の計画書?内容はどんなものだったんだ?変更計画書には、雨水排水用の地中排水設備や砂防ダムを設置するなどの対策が明記されていたの。そのため、市は計画書を受理したのよ。ふむ。それならば、熱海市は工事の実態を把握していたんじゃないか?そう思うわよね。災害後、県は過去の記録を調べたわ。記録からは排水設備などの対策が行われたかの確認ができず、現場の目視調査でも排水設備の痕跡はなかったの。実際には対策は何もされていなかったのか。でも、確認しなかった市にも責任はあると思うぜ。そうね。関係者は全員、ここまでの災害につながるとは想定していなかったんでしょうね。痛ましい事故だぜ。この災害の後、何か動きはあったのか?ええ。2021年8月、これらの調査結果を踏まえて、被害者遺族が盛り土が行われた土地の前所有者を業務上過失致死容疑、現所有者を重過失致死容疑で刑事告訴したの。当然の流れだと思うぜ。この工事がなかったら命は失われることはなかったかもしれないものな。9月28日に、被害者遺族ら70人は土地の現旧所有者らを相手に、約32億6800万円の損害賠償を求める訴訟を、静岡地裁沼津支部に起こしているわ。今後の流れが気になるところだぜ。この災害を受けて、多方面に影響が及んだわ。もともと予定されていた東京オリンピックの聖火リレーの出発地点が変更されたの。出発地点?この災害現場の近くだったのか?静岡県区間においては、熱海市が出発地となっていたわ。8月17日に実施予定だったんだけど、災害対応のため熱海市が中止要請を出したの。そうだな。聖火リレーよりも災害対応の方を優先すべきだと思うぜ。結果、熱海市の区間での聖火リレーは取りやめになったわ。無理もないぜ。この土砂災害で色々な方面への影響があったんだな。そうね。東京オリンピックにまで影響するなんて想像できなかったわよね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。